皆さんこんにちは。水の美術館学芸員の高田です。この動画はですね、絵の見方を知りたい、展覧会をもっと楽しみたい、お家や出先でも美術や芸術に触れていたいという、どんな方でも楽しめるショートギャラリートークです。それ待ってたよっていう方ですとか、なんだか気になるわという皆様、今のうちにチャンネル登録をお願いします。そして今回はこちら、川端龍子星雲曼荼羅の魅力とはです。絵の見方は3ステップ、ステップ1全体を見て、ステップ2細部を見よう、ステップ3タイトルや描かれた背景を面白がれです。ではまずステップ1全体を見て、全体は黄土色、乾いたような印象ですね。真っ白なサギが1羽、真っ赤な太陽の方を向いて天を仰いでいます。足元には鯉やナマズがいます。干上がりつつある水たまりのようなものも見えてきます。ガマの方がありますね。そして葉っぱが枯れてきているのが見えます。続いてステップ2、細部を見ようです。サギの白い羽がね、とにかく美しいんですよね。細い筆で描いていて丁寧に描かれています。スッポン、タニシ、イモリ、生き物があちこちにいますね。ポイントはポーズと表情です。みんなひっくり返りがちで、あとで、あれって言ってそうな感じなんですね。ひょうきんな顔をしていて可愛らしいです。そして3ステップ目、タイトルや描かれた背景を面白がれです。まずタイトル、星雲曼荼羅の星雲ですが、これは雨乞いの意味です。そして曼荼羅、これはサンスクリット語で物事の本質や中心を持つものを本来意味するそうです。で、龍子は仏画の了解曼荼羅からヒントを得ていますよって言葉を残してるんですね。この世の真羅万象すべてが仏の現れであると、意味のないものは何一つとしてないよということを示しているそうなんですね。で、この作品ではサギの口元を見てみてください。土壌が一匹捧げの斧のように加えられてるんですね。これサギが雨乞いをしているという意味なんですけれども、自然の姿は枯れ切っちゃってます。無慈悲であると、それも本質で意味があるものなんだよっていうことが全体として示されているってことなんですね。そして描かれた背景です。1929年、昭和4年に描かれまして、これはですね、龍子が日本美術院を脱退して自ら立ち上げた在野団体青龍社の第1回展に出品された記念すべき作品なんです。もしかしたらこの干からびている生き物たちというのが日本美術院を象徴していて、雨乞いする元気のあるシラサギというのが青龍社自体を表している、美術界の生存競争の中で自分たちだけは生き残るんだぞっていう龍子の気概のようなものが投影されているのかもしれません。さて、いかがでしたか、星雲曼荼羅の魅力について。ちなみに絵の見方3ステップは逆でもループでも構いません。絵の見方に、正解も不正解もないんですね。そしてですね、皆さんがこの星雲曼荼羅の絵の前に実際に立つ日が来ましたら、ぜひですね、もっともっと新しい発見をしていただきたいなと思います。そしてこの動画良かったよという方、ご質問でしたか、ご意見もどしどし受け付けます。下のコメント欄にですね、記入の方をお願いします。この動画自体が気に入ったよという方、高評価ボタンをぜひポチッと押してみてください。励みになります。そしてこのチャンネル自体気に入ったよという方、チャンネル登録をお願いします。さらにですね、龍子のことについて、今回出てきた日本美術院との関係性どうなのなど気になる方はですね、この動画のチェックもぜひお願いします。では皆さんの鑑賞がもっともっと豊かなものになりますように。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。